始まった。やっほー。よいしょ。あ、あれ持ってくるの忘れた。ちょっと待って。まずピンク髪はさピカピカありがとう。おひまさんハートありがとう。ダブルワイさんハートありがとう。ひれきりんさんもハートありがとう。いっぱいありがとうございます。ちょっと待ってください。はい、戻ってきました。ちょっとね、これだけもう乾燥してて、めちゃくちゃよし。天地さんもハートありがとうございます。ワンタンメンさんもピカピカありがとう。マリさんハートありがとう。タカさんピカピカありがとう。はい、ということで今日も始まりました。なんかさ、声は変だよね。私マーボーさんピカピカありがとうございます。少し寒いね。やってね、なんか寒いよね。喉乾燥してる。乾燥してるかも。なんか多分乾燥してる。こんな声になってる。なんで喉乾燥する時期だっけ今。今のちなみに今多分洗濯機回してるからうるさいかも。いつも洗濯機回してるよね。高見の高子さんピカピカありがとう。ガサガサ声だって。ガサガサ声なんなら湿度高そうだって。逆にね。超技術研さんハートありがとう。幻さんもハートありがとう。ピンクカメラさんもピカピカありがとう。なんなら洗濯機の音しに来てるまであるだって。でも本当にいつもさこうだよね。今もさっき回したからなんでだろうね。白眼鏡結婚してありがとう。マオレスさんもハートありがとうございます。にゃこさんピカピカありがとう。そういつも洗濯してる。ピカピカたくさんありがとう。白眼鏡も音符ありがとう。あやかハートありがとう。ダブルンさんもだるまたくさんありがとうございます。キミセレさん見に行くのだって。キミセレさん今日ですかね。そう、なんか言っていいのか分かんなかったんだけど、ひなのんが言ってたから言う。見に行く。にしくんさんピカピカありがとう。すごい洗濯機の音。そうだよ。で3時前に昨日みんなにさ配信の時間相談したら3時前にやった方がいいって言ってたから、3時前にやってみた。コージーさんお花ありがとう。山田も3時から配信するって言ってたけど、コラボはリベンジするだって。いやコラボできない。できない。本当にできない。今日かにあったら見せようかな、この配信の画面を。
コラボできないよっていうのを証明するために。ボタンがない、そうボタンがない、コラボできないんじゃない、できない人間。せいじさんハートありがとう。食べ過ぎのみすぎさんもピカピカありがとう。見たいけどね、だってねえ、わかんの、わかんのって言って、できないチャンネル、そうできないチャンネル、どうしよっか、どうしたらいいんだろうね。でも調べてみたんだけど、なんかコラボのボタンみたいな、普通だったらあるはず、あるはずなんだけど。西くんさん、ハートありがとう。た、家直接行くしかなって家行って、家行ってコラボ、だってさん、ハートありがとうございます。ひろひろしさん、ピカピカありがとうございます。ピンク仮面さん、バラありがとう。なんかさ、まつじ、なんかまつじがさ短くなってるよね、絶対に。おまめさん、ハートありがとう。松で下がったね、絶対下がってるよね。でもまあそうだよ、だって松橋さんだいぶ前、ゴールデンレベル57さん、ハートありがとう。これこれつけた方がいいかと思ったけど、そんな変わんなかった。今は3時ですね。でこれはこの配信は待ってね、今日2枠目。なおなおさん、ハートありがとう。2枠目の配信が5時に終わる、5時に終わる。でそうそう、それで2枠目の配信はメイク配信する、メイクしながら配信。そう、1位の人強いな、ね、本当にもう本当にそう。キラキラ星に200個投げましたって、ありがとうございます。ユーティーゼータさん、ありがとう。洗濯機の音ですこれね。そう、今日は待って、今3時でしょ。みんなは何してた、お仕事か、お仕事。今日何曜日、今日水曜日だ。待って、くっしゃべってそう。なんか最近ハクション出そうになったら、あの弟とかが隣にいるとさ、ゆうきさんハートありがとう、ダブルワさんもハートありがとう。ハクション出そうになって、ユーティーゼントさん応援してる、ありがとうございます。そう、ハクション出そうになったりとかするときにさ、なんか弟とかが隣にいると、弟に向かってアクションさ しようとすると、なんかこうやってやらんの、うわーってこうやって、なんかうわーってされんの、そしたらアクション止まるのそれをね、やられてる。
最近。そう、弟に向いてするっていうか、なんかアクションしそうになる顔とかするとこうやってうわーってされる。弟さん魔法使いいいだって。魔法使いかも。京香ちゃんにドバイの宮城いつ渡すんだって。京香さん本当に合わないんだよね。なんか全然合ってなくて、今日が本当に合わない。一番合ってない。一番合ってないかも。もう最後に会ったのいつだろう。レベル。そうそう。トーン大生おすすめのくしゃみ止める方法、止める方法はだって。こうするひな可愛いんだって。ありがとう。そう言って今3時、これ3時51分までやればいいのか。これ3時50。しょぼすぎるだって。みんなでもくしゃみって止めない方がいいんじゃないの。多分止めない方がいいよ。食べ過ぎの水にさん、流れ星ありがとう。ジャーティーさん、だるまありがとう。嬉しい。45分にランキングね。じゃあ分かった、45分にランキング読む。45ね、あと40分ぐらいに、40分後ぐらいにランキング1回読みます。ほんで、そう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 、3時50分までして、これね時間差考え、あっこの時間考えるのた、で明日の時間も考えよう。みんなで考えようか。時計ないのだってあるよ。ある。また聞こえる。これ音聞こえる。初見ですだって。いらっしゃい。いらっしゃい。明日はね、ちょっと待ってね。明日。一条にひかるさん、ハートたくさんありがとうございます。なんか映ってるな。なんか暑くなってきた、ここのお部屋暑くなってきた、めちゃくちゃ。奥呼び浸透戦、奥って呼ばれたことないよ。あるわ、中学校の時の社会の先生に奥って言われてたの。懐かしい。え、今日もう4月3日か。あ、そういえば8の日おめでとうございます。8の日じゃない、あの10周年。あとミッサーとミュウちゃんの誕生日でもあるよね。あ、もう1回連続配信になった。そう、10周年、早いもんですねとか言って。そうだ、今日10周年、4月3日。
いつも4月3日1位との差がすごいあって、そうだよ、だって55万ぐらい違う。りょうかちゃん3人なんかショールもやるってなって、あ、そうなの、あともうちょっとじゃん、もうちょっともうちょっと、うん、洗濯の音、なんか痛い、ここきょうかはね、本当に合わない、一番合ってないかもしれない。口内炎？口内炎じゃない、口内炎できたことない、多分。モナさん、星たくさんありがとうございます、ありがとう。お花見誘ってあげてあって、来るかな誘って、いや来るか、京香にね、お花見行こうって、京香ちゃん外に連れ出してって、ずっと家にいるか、ずっと家にいるんでしょう。口内炎できたことないやつなんておらんやろってえ、でもね、多分ね、数回ほどあるんだけどね、数回、本当にもう片手じゃもったいないぐらい、逆に2回とか全然できない。ずっとお家にいる、だって、だよね、だよね、だってそもそもインドア、あ、やばい、洗濯機が暴れ出した、暴れ出してした、これはじゃあ4時51分までやって、そしたらいつ4時からやろうか、そこの9分しかないって。ピンク神谷さん、ピカピカありがとう。口さん、ハートありがとうございます。山田さん、外出ると花粉でバナナズルズルになっちゃう。バナナズルズルになっちゃうってどういうこと？花粉で？あ、鼻水ってことか。また暴れ出した。布団開かない4時からセーフ。うんうん。そう、やばい、洗濯機の、ごめんなさいね、本当に。そう、でもね、今日はなんか、ひなこちゃんお昼食べたの？だって、お昼食べてない、お昼食べたの？何食べたの？みんな何食べたんだ？お腹空いたね。だってそこまで空いてないかも。みんな可愛いんだって。うん、玉こんにゃく、玉こんにゃくって何？
久しぶりにホットドッグ食べたって、えめっちゃいいじゃん、超いいじゃん。うなぎ、あ、何、カツ丼、カズ、やばい、なんて読むんだ、カズユーさん、カズヒロ、カズユー流れました、ありがとう。あるよ、だって、あ、あるんだ、食べれるの、あ、いっぱい流れました、ありがとう。丸いこんにゃくを、いや、なんかそういうのがあるのは知ってるけど、さすがにね。弟の声聞こえたよね、今さすがに認証宛てに帰ってきましただって。お疲れ、お疲れ様です。おつー、こんにちは、こんにちは、はじめまして、はじめまして。なんか声変だよね今日、絶対に声変だよね、なんか声変な気がする自分でも、さすがに。なんだなんだんだこの声。幻さん誰もありがとう、日暮さんもハートありがとう。声違うだって、声違うよね。でなんかここから音聞こえてくる、熱っ。本当にひなこさんですか、本当にひなこさんです。声ガラガラ、せっこうさんね、これね、本当呼び方合ってるのかな、この名前。ピカピカありがとう。喉使いすぎじゃなくて、その使った、喉使うってどういうこと、おっきい声出すとか、おっきい声出さないもん。二十歳の声変わり、あ、そういうこと。じゃあちょっと低くなっちゃう、なんか低いよね今日声。あ、せっこうって呼んだの、え、それなんて読むのこれ、本当に読めないんだけど、せっこうじゃないの、雪びかりチョコチップさんハートありがとう。ハート、暑い、この部屋暑くなってきた。え、待って、これおかしい、絶対にこれおかしい、この充電器。暑くなってきた、洗濯機動いてるから、あ、そういうこと、洗濯機動いてたら暑くなるの、爆発しないよね、だってしないよ、やめてよ、仕事戻るね、だってバイバーイ、バイバイ、じゃあ頑張ってね、今春休み、だって春休みで、今履修登録の期間なんですけど、履修登録本当にね大変なんだよ、大変。ちょっと3年生になりますから本気でやんないと。あ、リップ塗ったって、やめて。そう、履修登録、医学部、そう医学部、さすがに医学部で単位落としてたら本当に、いや、そうやっていけないので、
洗濯機のとかトイレのとかと思っちゃったらって、いや、やばいでしょ、トイレして。なんか本当に喉おかしいよね。なんでかな。こうやったら治るかな。保湿されて。西くんさん、本当ありがとう。今日は、待って、あ、そう、まだ大丈夫だ。じゃあ、今日はひなののライブにもう見に行ってきますって、行っていいんだもんね。イサさん、ハートありがとうマスクすればよくなるかもね。だってなんかさ、マスクしてさ寝る人とかいるじゃん。それってさ、意味あるの、保湿されるの意味あるの。え、怖い。変な、自分じゃないみたい。奥原ひな子じゃないみたい。リリカルさん、ポップコーンありがとうございます。保湿マスク、マスクって、じゃあマスクした方がいいか。缶の喉飴飴舐めたら、なんだろうね、花粉とか多さ、多さだっけ、黄砂だっけ、どっちだっけ、多さ黄砂。のだめなめは加湿器つけてだって。つけよう、黄砂だ、黄砂。黄砂が今流行ってるんだっけ。流行ってる。今流行ってる。夜雨本、雨本降り、本降り、え、黄砂が飛んできてるだって。だよね、黄砂に流行りとかないです、だって。ですよね、ごめんなさいいいな、可愛いなって、ありがとう。えっ、分かる。ふよこも TikTok で見た、 TikTok で見た。私もえ、なんかこの辺めっちゃ痛いな、むくんでるのかな、ここ。ここめっちゃ痛い。なんで？絶対むくんでんだよね。むくんでるってことだ。本降り。あ、じゃあいっぱい降るってこと？そういうことだよね。本降り。コウさん今大丈夫だって。今大丈夫。扁桃腺？え、そういうこと？ここ扁桃腺なの？ここだよ、ここ違うでしょ。扁桃腺ってこの辺じゃない？え、この辺だよ、この辺、ここだよ、ここ。耳裏、あ、医学部が分からんかなって。医学部が、あ、そうやってみんなバカにするんだ、そうやって。で、こんなさ、今めっちゃドスッピンで
なんだけど、次はメイクしながら配信するから、こんなんからいつものあれに変わるからお楽しみに。配信頑張ってくださいね。だってありがとう。スピンでは可愛いだって冗談でもいるしちょっと今顔やばすぎて。楽しみ楽しみ。すっぴんひなこからしか得られない栄養がある。そんな、そんなことある。二度見さん、ピカピカありがとう。ラミチンさん、ん、面白い女ありがとう。面白い女だって。どうしよっか。これはあと30分ぐらいです。ちょっと早いね、意外と。本当にさ、なんでかな、名前攻撃、この名前攻撃なんだかな、なんだかな。我慢さん、ハートありがとう。 WY さん、パップコーンありがとう。配信すると早いだって。配信すると早いね。洗濯機暴れ出した。結構うるさいか今。何しているだって。今配信している。音がねすごいね。でもこのイベントもあともう4日か。早いね。脱水してるのだって多分。メイク配信終わっただって。うん、この後やる。この後やります。1も見えてきたなって全然見えない、全然見えない。差がねすんごい。このあとメイク配信か。そう、このあとするの。まだ3日目だって。え、私からしたら結構もう3日目って感じ。せっこうさん、ピカピカありがとう。ラジオでお風呂配信はだって。え、いるの本当に。そんなしてる人本当にいるの。本当に存在するの。でもなんか誰かいるって言ってたよね。存在するらしい。君セレの子やってた気がする。あ、本当に全然いるんだね。でもさ、カメラに切り替わっちゃってみたいなさとかないのかな。ルレクチェさん、ハートありがとう。え、そうそう、手元滑ったら危ない。ね、そうなったらやばいでしょ。へえ、いろんな人がいるね。そうなんだ。操作慣れてない人やめといた方がいいかもって。じゃあやめとこう、慣れてないから。
なんかそうなる気がして、そうなる気がする。ごめんけど、そうなる未来がちょっと見えてる。ひなこなら本当になりそうだってなりそうだよね。うちもそう思う。なんか見えるよね、未来が。それがカメラにガムテープで持ってれば、あーなるほどね。たとえそうなったる、なると見据えて。デマカセプリンスさん、パッポくんありがとう。やばい、爪が伸びてきた。これからどこへ行くのだって。どこでしょう。ピンクカメラさんピカピカありがとう。イコールさんピカピカありがとう。ねえ、かわいいだって。じゃーん。どこで消費だかわいいだって。どこでしょう。どこで消費なこのインスタンプにしちゃって。どこで消費なこ使わないでしょ。どこでしょスタンプ。今日の夜ご飯何食べたいんだって。うーん、お肉。スタンプ欲しいねって。本当に使う時ある。どこでしょうって。でもね、ちょっとね、さすがにもう3時半だからお腹減ってきたの。牛、豚、トヨタ、どれ派だって。え、選べないよ。選べない選べない。なんか食べ物によって違くない？すき焼きとかだったら牛。待ち合わせで今どこにいるのって聞かれたら使うよだって。いやいや、どこでしょうって。めっちゃうざくないそれ。めっちゃうざくない？だってだってどこにどこにいるのって聞いて、どこでしょうって言われるんだよ。だってやばい、くしゃみ出そう。
タモの話始まったって。あ、本当に京香ちゃんに一緒に行こうって言うと絶対行くだって。なんでなんでそんなしてんの。失礼しました。くるみちゃんがもらえる？あ、もらえる？え、吉野家で？本当？それは本当？好きやしか。吉野家あるかも。中羽も割と最近初めて行った。好きやは何回かあるけど。好きや、みんなさ好きやの何が好き。私はあれ、そぼろ。なんか親子丼のイメージ。あ、確かに親子丼か。ねぎ玉、マグロ丼。あー、なんか今流行りの、流行りっていうか今話題のサイゼも行くのあって。サイゼも行くよ。最近はね、あのあれだけど全然行くときは行く。サイゼ、嵐パンズっていうのがあんの。カレーライス、カレーライスなんてあったっけ。なんか私って一個食べたら他のものに挑戦しないの。だからそのなんていうの、一個これあ美味しいって思ったらずっとそれ頼んじゃう。高菜明太牛丼美味しいよって。美味しそう。食べたことないけど。そう、挑戦しない。同じの食べる。スキヤのホロホロチキンもうまい。え、わかんない。いっぱいあるんだ。お腹減ってきたじゃん。だってわかる。お腹減ってきたよ。浮気しなそうだって。なんでなんで。ああ、それずっと同じの食べてるからってこと。関係あるのかな。うんうんうん。かわいいだって。やった。痛、なんか痛い。みなこちゃんだって。なに、ファミレスとか。ファミレス、ファミレスとか。ファミレスって例えば何があるっけ。かわいいだって。嘘、もうすっぴんねし、めちゃくちゃむくんでる。顔が死ぬほどむくんでる。でももうメイクするから。やばい、髪ボソボソになってた。みなこちゃんにキスハグあげてほしい。あ、見た。キス、キス、ハグ、ハグ、キス、ハグ、キス、ハグみたいでしょ。やんのかな、今日。今日やんのかな。やるって言ってたの。ガストとかココスとかデニス。あ、ガストは行かない。ココスは島根にもあるよ。だからよく行くね。びっくりドンキーってファミレスなの？びっくりドンキーないもん。サイゼリヤはたまに行く。
そう、たまにね。でもさ、どのお店、行ったことあるお店は、ね、何回行ってもね、同じの頼んじゃうんだよ。ロイヤルホスト行ったことあるだって。ロイヤルホスト行ったことあるあるある。メンバーとそれこそ行ったの。前に。爽やか行ったことないの。爽やか、日高屋、日高屋って何。トメさんに、トメさんは合ってるよ。トメさんね、ちっちゃくちょうかちゃんのびっくりドンキ行ってないね。だって今今日開始してるんでしょ。行ってよ、びっくりドンキ一緒に行こうって。そう、爽やか行ったな、行ったことない。日高屋、ラーメン、ラーメン屋さん。あんちゃん食堂行ったことある。何それ、ない、ないな。一人受精を下げてるって、一人行ってない。なんかさ、前にさ、結構前だよね、何年か前に行く、行ってきたみたいな言ってたよね。あれから一人では行ってないかも、さすがに。行ってたよね、懐かしい。スガキ屋は知ってるわ、ラーメン屋さん。オーディアみたいなとこないって、オーディアみたいなラーメン屋さん、栃木かどっかに、群馬だっけ。まあ、あと10分ですね、早いね。そう、味噌ラーメンのとこ、あ、45になったランキングなんだっけ。そうだよね、45で。ちょっと待って、初見です、だってありがとうございます。あ、やばい、変なのしちゃった、あ、変なのしちゃった。時間変える、いや変えなくていいかなって思ってるんだけど、どうかな。4時から5時で、え、ひなちゃんだって。ひなちゃんです。カタカタ、そうする。で、次はこんなむくみ、むくみ、むくみ、むくみの日のことをさらばすると、それもお楽しみに。私の
ヤピン紹介。これよく使います。クロミタン洗濯機本気出してるね。だってね、本気出し始めた。こんなんもある。ほら、これも3人。これね、なんかさ、一時ちょっと集めたくなっちゃって、いっぱいね集めてたんだよね。くでたま、なんかわかる。こういうのってさ、集めたくならないか、ならないか、ならないか。こういうのって集めたくならない。ダイスちゃん、リトルグリーメル、コジミンとか、もうこんなのもある。ポチッポチッコ、あとおパンチウサギも持ってる。集めたくなっちゃうんだよね。てかさ、昨日やったさ、山手線のゲームが面白すぎて、なんか他の線でやってみたいな、次の配信で。コジミ懐かしいよね。そう、収集壁。いつも別にないけど、これだけはあった。このピンだけは。なんか見たら買っちゃう。みたいな。最近、チーカーのぬいぐるみのクレーンゲームよくやる。だって、チーカーって人気だよね、ほんとに。山手線以外はむずないだって。確かに、むずい。無理かも。無理だった。山手線が多分さ、一番さ、使うけど、その次にさ、使う線は何線なの。じゃあ、待って、それ後で言おうか。ヨーロッパの国名ゲーム、国名、国名無理だ。丸の内線わかんない。丸の内線、東京と新宿くらいしかわかんないかも。どこの人間かには、普通に東京都民でだったら、なんだろう、山陰本線、北陸本線、やばい、マジでわかんないわ。さすがにわかんない、わかんない。中央総武、あ、もう45分なってた。ランキングやもっか。うん、もう46分だから、ランキングやめよう。13位、一条路ひかるさん、ありがとうございます。12位、タカトモック、アンナのソラさん、ありがとうございます。11位、ワンタンメンさん、ありがとうございます。10位、西くんさん、ありがとうございます。ちょっと待って、声ほんとね9位、食べ過ぎのみそりさん、ありがとうございます。8位、電車さん、アットマーク白眼鏡、ありがとうございます。7位、ひろゆきりんさん、ありがとうございます。6位、WY さん、ありがとうございます。5位、かずひろ、かずゆ、かずゆ、かずひろさん、ありがとうございます。4位、にゃこさん、ありがとうございます。3位、もなさん、ありがとうございます。2位、だみちんさん、ありがとうございます。
そして1位は UT ゼータさんでした。 UT ゼータさんありがとうございます。ありがとう。カズオか、カズオさん、じゃあだとしたら、あ、おバカだった、ごめんなさい、カズオさん。ということで今日も見に来てくださってありがとうございましたって言っても、もうまたすぐあれなんですけど、メイクします次はね。わー、虹いっぱい。 UT ゼータさん虹たくさんありがとう、ありがとうございます。そう、虹タワー、あ、虹タワーなの、これこれ虹タワーっていうの、虹タワーありがとうございます。 UT ゼータさん虹タワーありがとう、これしてください、虹タワーありがとうございます。じゃあ本当に声やばいな、こんな声でお礼ありがとうございます、すいません。 UT ゼータさんラブ、ルレクチさんもハートありがとうございます、ありがとう、本当に嬉しいです、とっても。あ、あとね51分で切りたいから、あとまだ10秒で50分。島根のちーやんさんハートありがとうございます。あ、今50分になった、あと1分で切りますね。なんか次は山手線を昨日言えなかったのをちゃんと覚えてるかゲームみたいなあるじゃない、これさ復習してたら本当に覚えれるよ。あと30秒ですね。好きですってありがとうございます。松江新宿温泉駅からいつも大使にある、あ、無理、使わないもんだって車があるから。昨日の時点で結構言ってたから普通に行けそう。え、わかる、絶対行けるよね、なんか自信あるもん私も。あ、あと10分、それではまたね、また後でね、バイバイ、バイバイ。やっほー、にゃこさんピカピカありがとう。もうね27万ポイントもいってて、あともうちょっとで目標30万ポイント達成できちゃう、嬉しい、ありがとうございます、みんなのおかげです、ありがとう。天地さんハートありがとう、結婚さんもピカピカありがとう、おひまさんも中野橋ありがとう、オリジナルアバター制作作ったことない、オリジナルアバター。ピンクカメラさんピカピカありがとう、ダブルアさんもピカピカありがとう、ゆうくんさんもハートありがとう。ということでですね、あの準備をしないとやばいということで、ちょっとね数分遅れちゃってごめんなさい。ナイスミドルさんハートありがとう。はい、まずまあそのメイクするにあたりまして、メイクするにあたってやらなきゃいけないことがありまして、ワンタンメンさんハートありがとう、シロサギさん、白鷺、白鷺さんもお花ありがとう。
ハランチューさんもハートありがとう。あれ忘れ物した、ちょっと待ってて。ハラチュンさん、あとたくさんありがとう。 BBB さんもありがとう。そのメイクするにあたってこう塗らなきゃいけないことがあって、アニマルさん、バラありがとう。イサムさんもありがとう。メイクオブチェさんも流れ星ありがとう。本当になんでこの口唇乾燥するんだろう、なんでどうしたって、うん、まずちょっともう本当にいつもの感じでお見せしちゃうんだけどいいですか。 BBB さん流れました、ありがとう。ピンクカメラさん、ピカピカありがとう。だからもうなんていうの、スキンケアとかからもう始めちゃっていい。すっごい最初、もう本当にガチのマジのルーティン、なんて読むの、県政、県政ナスコ、県政さん、ハートありがとう。ファインマーションさんも星ありがとう。いいですか、ガチのガチガチルーティーンにしちゃっていいのかな。これ5時までにするから、でそこでちょっとみんなに相談なんだけど、顔洗いたくてさっきの時間ないよって話なんだけど、ちょっといろいろ準備してたら、このメイク道具とかも持ってくるのとか準備してたら、いつの間にか4時になっちゃってた。早いね。でも余裕持って終わりたいから、4時55分にランキング読むね。笑っていい、みんな、いいよね、もうみんなにこういう姿いいよね、見せちゃって。ここで洗うから安心して。え、そこってかね、ここで洗うから、こうやって洗うから、こうやって近くにいるから安心して。洗います。マリさん、ハートありがとう。
やばいでしょ。さすがに。今こうやって。こういう姿も。見て、いただいた方が。すっぴんはないけど、ガチすっぴんは貴重。そうだよ。あれ？そしたら、これ。ほら。ガチでしょ？そのちさん、ハートありがとう。すっぴんに見えないのって嬉しい。こうやって化粧水、ちょっと待って、次乳液。さっきの化粧水、ここに入れて、こんぐらいかな、だいたい。キヨナツさん、星ありがとうございます。たくさん塗りすぎはダメだって。めちゃくちゃもうべったり塗るとかあれなんじゃない。いや、わかんない、どうなんだろう。私あんまりそういうの詳しくない、スキンケア。別に特別なことしてるないからさ、スキンケア。そう、目分量、自分の顔の大きさに合うぐらい。まあ大体使ってれば分かってくる。オッケー。カッチーさん、星たくさんありがとうございます。ありがとう。そう、そしたらThank you.
ね、こぶちゃさんハートありがとうございます。ピンクカメラさんピンピカありがとう。でこれで今スキンケアしたのでちょっと置く。このねベタベタ感が嫌だから下地化粧下地を塗る前にちょっと置きます。ひまさんピカピカありがとう。ね、割とやばいでしょ私のこのルーティン、お見せしてる。今日はどんな服で、服にしようかな。そしたらカラコン入れたいと思います。カラコン今日はね、そうカラコン入れて、こうやってカラコン入れるところも見せようか。こんな感じ。誰がカラコン入れるとこ見せんの。一番痛い。貴重映像。ほら入った。シュルンって入っていくんだよ。清松さんポップコーンありがとう。で今すっぴんだからちょっとなんか浮いてるかもしれないけど、メイクしたら治るから。痛くないよ。ちょっと待ってね。これとこれだ。どうやって取るのかな。これ普通に指でシュッて。ドア入ってないです。そうこうやっていつもやってます。ヒートテック見えてるのダサすぎ。さすがにたら次はこれを塗ります。これ化粧下地。ガチのルーティン見せちゃった。
調でしょ。今日外暑い？ちょっと寒い？どんぐらい寒いんかな。目の前で鼻あれしちゃう。あ、そろそろ良さそう。雨降ってて、え、まだ雨降ってる？まだ雨降ってる。マジか。こんな色出さなくて、出さなくてよかったか。出しすぎたかも、逆に。ごめん、ちょっと出しすぎ、これ。ダメチンさん、面白い女ありがとう。砂の砂メタルさんもハートありがとうございます。なんかさ、こうやってさ、みんなさ、彼女とかさできてさ、できてさっていうか、いるかもわかんない、一緒にないんだけど、彼女たちはどっか出かけようってさなった時にさ、メイクに1時間とかかけてたらどう思う？長いなとか思う人いるんじゃないかな、少なくとも。そういう、そのメタルさん、ハートたくさんありがとう。ひなこなら待ってるって、本当？切るって何？全然待てるの？みんな。彼女がメイクめっちゃ時間かかってる。綺麗完了だって。ありがとうございます。メイク終わるまで昼寝する。手伝ってあげる。へえ。いろんな人がいるね。正解なんだろうね。でも女の人からしたら、私も分かんないよ。
何濡れたと思う。まつげのちょっとほら見えないか。可愛くなるなら待てる。だってみんな可愛いんだけどね元から。さらに可愛くなるメイクで。テレビとか見てて腹立つなって。え、全然腹立たない。逆になんかなんかしててほしいよ。ほら出しすぎだとこんぐらい余ります。よくないです。気をつけましょう。もったいないからね。で今化粧下地なんて状態なんですけど、これでもちょっと時間がかかります。この後ファンデーション塗るんだけど、やばい、やっちまった。もう待ってる声はしないと決めたらって。それおもろい。何それ、どういうこと。はい、結構いい時間に。やっぱメイクしてるとさすぐだわ。今日はですね、ひなののライブを見に行きたいと思います。顔やばすぎ。まぼろしさん星ありがとう。ファンデーションしていきます。おひまさんまたありがとう。まだファンデーションだからね。ファンデーションが終わったら割と早いと。今ね鏡見ずに配信のこれで見てやってる。今日はカツ丼食べる予定あって。え、今日は何食べようかな。私の一押しが最近結婚してしまいましたって。うん、なんとなく分かった気がする。
ハムと吉野家だってそうしようか。なんかさ、4月1日ってさ、結構節目のさ日でもあるから、そこでなんかいろんな発表する人多くてさ、でもエイプリルフールだからさ、わかんない。待って、ここして、ここ、ここ、そこして、で、どれか教えて。透明のやつ、こん中？いや、置いてあるやつ、そのピンクと透明のもの、これ。そう、はい、ありがとう。歯磨き粉置いたんじゃないの？置いてない、何にも置いてない。じゃあ、その白いやつこれ、うん、はい、はい、ありがとう。すいませんね、今日も弟が。ちゃんとありがとう言うの偉いだって。かわいいっしょ。バター作るかってありますかって。え、作りたいね、作るよ。弟くんは今から、そうですね、お出かけ、お出かけっていう、お出かけっていう、お出かけじゃない。見て、おでこ光ってる。ほら、見て、ほら、ここ。ピカーンって。なんかいいことありそう。いいことありそう。全部光ってる。テカテカ、あ、テカテカ。待って、早い。メイクしてるともうこんな時間。ちょっと待ってよ、早いって、厳しいって。さすがに。で、このメイクしてる、メイクしながら山手線行ってみようかな。30個なんかね、行ける気がするんだよ。小町さん、バラありがとう。ちょっとね、ここだけ集中させて。最終的に順番通りに入れたら、確かに最終的に順番通りに入れたら勝ちちゃう。人生の勝ち組。皆さん、ピカピカありがとう。ヨナツさん、ポッポカありがとう。日暮さんも、だるまありがとう。じゃあ言いますね、私の世の中線。
ちょっと待ってね、キリいいとこで一回あれしたいな。つむじかぜさんペンライトありがとう。せっこうさんピカピカありがとう。え、マジで時間過ぎるの早いんだけど、やっぱなんかしてると時間過ぎるの早い。なんかしてる実家でスポンジでなじますね。ひまさんハートありがとう。ミノランコール頑張ってきたって頑張るけど、わかんないコール、なんか気見せで独自のなんかあるのかな。ペンライトは赤ね、だって赤なんだ、赤く言ってたわ今。アウチ、はい、オッケー。メイクがだんだん出来上がって、来ている。はるちゃんコールもやって惜しいやん、それ絶対。出来上がっていく、出来上がっていくよ。55になったランキングって言ってる。55になった。早いね、それそう考えたら割と。てかなんかこの髪の毛をさ結んでこうやってこの感じの美女が最悪すぎるから髪の毛入れた方がいい。こうしたらまだマシでしょ、ほら。岩手線はね、ちょっと待って、これパウダー塗ったら言う。
りあえず肌は完成しましたよ。こっからはね、もう早いから。そんなん知らないよって感じで。じゃあ山手線順番通りには言えないけど、30個行ってみたいと思います。で、私の作戦としては、昨日は言えなかったものを先に最初に言う。数えておきます。お願いします。さすがに言えると思う。いいな、可愛いだってやった。よし、ちょっと熱い、脱ぐ。全駅行ったことない。泣いてます、ワンコが。しおちゃんさん、ピカピカありがとう。あら、かわいいね。かわいいね。いきます。僕らいなくない山手線言える限りは。なんだそのゲーム。いきます。東京、有楽町、神田、新橋、うぐいす谷、田畑、御徒町、上野、秋葉原、目白、池袋、今ので10個いったよね。さっきので10個だよね。それが分かんなくなっちゃった。今ので10個だよね。 OK、 池袋、西日暮里、日暮里、大塚、高田馬場、新大久保、新宿、浜松町、順番バラバラすぎ、高輪ゲートウェイ、品川、大崎、目黒、五
五反田恵比寿代々木。今ので20個目、あと10個ってこと？正解合ってる。バルミーさん、だるまありがとう。あと10個だよね。渋谷、恵比寿、原宿、田町、やばいよ、奥原ひな子さん。待って、あと6個も思いつかない、やばいって。待って待って、言わないで言わないで。ダレルンさん、ピカピカありがとう。やばくない？待って、6個も言えてないの、やばくない？待って、やばい、はいはいはい、降りたいね。あと6個、ちょっとメイクしながら見ますかね。え、あと6個も出ないことある？そんな言ってないよ、品川とか言ったもんね。はいはい、目白とか行ったし、ログヒス谷も行った、大塚とか西日暮里、日暮里も行った、秋葉原、上野も行った、池袋とかも行った、東京、有楽町、浜松町って言ったっけ。高齢者も原宿って何？大塚とか言ったよね。田畑も行ったくない？あ、わかった、巣鴨だ、巣鴨、巣鴨。ハナ、どうした？巣鴨だ。え、代々木行ったよ。あと何？あと5個。この間も出なかった、悔しい、めちゃくちゃ悔しい。ビールって何？御徒町は行った気がするんだけど、行ってなかった。新橋も行ってる。五反田も行った。上野の隣？大人の駅。じゃ
ちょっと待って、調べた方がいいのかな。大崎五反田目黒恵比寿も行った、行ったよ。ん？ってことはどういうこと？ウグイス谷も行ったよ、神田も行った。数え間違いかな。じゃあじゃあ、調べます。行ってないもん。田町とか行った気がするけど。高輪ゲートに行ってんの。このまま絶対数え間違えてるよ。じゃあ言ったもん。駒込と巣鴨が出てこなかったじゃない？あとは言った気がする。ねえ、分かんなくなっちゃうね。あうち。じゃあ結構言えてたってことでいい？また明日ですね。ね、駒込と巣鴨ね、言えなかった。明日これ毎日やったら本当に覚えちゃう、順番まで。皆さん電車が好きな方とかはさ、もう覚えてるのかな、完全に。ウェッカーの方弱いね。ウェッカーの方あんまさ使わない。全部の路線覚えてる人とかさ、確かにプロやん、そこまで来て。切り抜きの人だって。切り抜きの人だ。え、もう55だ。ランキングも、とりあえずランキング見ますね。13位ファインモーションさん、ありがとうございます。12位そのっちさん、ありがとうございます。11位しおちゅうさん、ありがとうございます。10位はなちゅんさん、ありがとうございます。9位 WY さん、ありがとうございます。8位ワンタンメンさん、ありがとうございます。7位まぼろしさん、ありがとうございます。6位バルミーさん、ありがとうございます。パルミーさん、ありがとうございます。5位ダレルンさん、ありがとうございます。4位ネアコさん、ありがとうございます。3位キヨナツアットマーク、今日も明日も明後日も京子さん、ありがとうございます。2位ダミチンさん、ありがとうございます。そして1位はカッチーさんでした。カッチーさん、ありがとう。ありがとう。ということで、ありがとうございました。レクチェさん、ピカピカありがとう。ひろひろしさんもピカピカありがとう。じゃあ5時ちょうどに切りたいと思います。今日もありがとうございました。約2時間、あとね、もう6000円で30万ポイントにいっちゃいます。みんなありがとう、本当に嬉しいです。みんなのおかげです、ありがとうございます。
そうだ、明日の時間を決めないとだったね。また告知しようかな、決めて。そうしたいと思います。告知します、ツイッターやら755やらで。マーボーさんピカピカありがとう。ファンルーム、そうね、ファンルーム。これは今松寺病院です。なんかみんなとこの山手線ゲームしてたら本当に覚えそうやな。頑張ろう。あとこれまつ毛今塗ったので、あと眉毛とアイライン描いたら終わり。嘘ついた、ごめん、嘘ついた。チーク、あー都道府県は苦手かもしれない。いや、いけるよね。一番いける人じゃない、なんならいけるわ。なんて言ったってチームメイトでした。なんて言ったってね、でも世の中って自分が言われたとは言えない子が多かったの。ほんとそうなんだよね、ほんとにそうなのよ。多分そういう子の方が多い。あ、もう終わっちゃうね。あと何秒かな。あと15秒ぐらい。それでは今日も見てくださってありがとうございました。また告知しますね、明日の時間。みんなありがとね。バイバーイ。バイバイ。